マクシミリアン・ジェームズ・アーロンズは、イングランド・ロンドン・ハマースミス地区出身のプロサッカー選手。プレミアリーグのノリッジ・シティ FC に所属している。ポジションは DF。2009年から2014年までルートンタウン FC のユースアカデミーで過ごし、2016年にノリッジ・シティ FC に入団。2018年6月にトップチーム昇格し、3年契約を締結。8月28日のFLカップのカーディフシティ FC 戦でプロデビュー。9月のFLチャンピオンシップのイップスウィッチタウン FC 戦でリーグ戦初出場。以降先発に定着し、10月には2023年までの契約延長に合意。2019年3月にFLチャンピオンシップで優勝を決め、2015から16シーズン以来のプレミアリーグ復帰を決定。4月には2018から19シーズンのFLチャンピオンシップベスト11に選出。さらに同シーズンの最優秀若手選手にも選出され、トッテナムホットスパー FC がアーロンズの獲得に興味を示していると報じられたが、ノリッジとさらに2024年までの契約延長に合意した。2018年から U-19 のイングランド代表に招集されている。ありがとうございます。